皆さんこんにちは、ケンです。今日は商品紹介になります。本日紹介する製品はこちら、サドルになります。こちらは丸八工機さんから出ているコンフォートプラスというサドルになります。はい、まずデザインからです。見た目はこんな感じ。このマットな部分は結構ツルツルしてます。ただこのロゴとかロゴの部分とかお尻に接する部分っていうのはすごい滑り止め加工がされてます。で横にも、そういった滑り止め加工がされてる感じですね。裏側見ていきましょう。裏側はこんな感じ、ここは金属のレールですね。でここはプラスチックかな、ここもプラスチックかな。ここは穴が開いていますね。365.9。はい、それではこちらのコンフォートプラスの特徴を述べたいと思います。まずはここがお尻が当たる部分なんですけど、そこは低反発素材が使われています。裏側には路面からの衝撃を吸収する衝撃吸収の素材が使われています。2つの素材を組み合わせたハイブリッドサドルと言われているものになります。こちらの低反発素材の部分は、まず役割としては体の動きをしっかり受け止める、もう一つはお尻にかかる負荷を分散させる、要はお尻が痛くないと。衝撃吸収素材の方は路面からの衝撃を吸収してくれると。こちらの製品のラインナップとしては、お尻に合わせて5種類のサイズがあるそうです。今回私が購入したのは結構お尻が当たる部分が幅広のタイプをセレクトしました。ではこのサドルがどれだけ低反発なのかっていうのを今持ってるサドルと比較したいと思います。キャドエイトの完成品についてたキャノンデール純正のサドル、こちらはめちゃくちゃ硬いですね。ここら辺だと分かりやすいかな。コンフォートプラス、分かりますかね。結構柔らかいですね。ファブリックよりももっと柔らかいですね。ゆっくり沈んでゆっくり戻る感覚ですね。例えて言うとアルファゲルっていう素材のなんかシャーペンのグリップ部分を触ってるような感覚です。なんかそれぐらい柔らかいです。振動吸収素材の部分はちょっと硬めですね。それではこちらを早速 CAD8 に取り付けたいと思います。はい、つけてみました。ピットポストも上げまして、今から試乗に行きたいと思います。はい、今サドルの位置をずらしてみたり、サドルの角度を変えてみたりして、試し乗りしてきたんですけど、間違いなくこの純正でついてるサドルよりは柔らかくて、振動の吸収も良くなってまして、お尻にはすごい優しいなと思いました。